こんにちは。こんにちは。美容室リップス吉祥寺アネックス店の高島です。リップス吉祥寺中水サイド店の寺田です。今回も寺田さんをモデルにして韓流マッシュをやっていきます。今回はちょっとスタイリングの仕方を徹底的にやっていこうと思いますのでよろしくお願いします。前回かけたパームが緩く残ってるんで、それをうまく使う方法をこのゼラーチワックスで使ってやっていくので、ご視聴よろしくお願いします。はい、まずメンズエアウール使っていきます。3プッシュほど手に取っていただいて、しっかりなじまして、毛先、中間を中心になじましてあげてください。根元につきすぎるとムラができて乾きづらかったりするんで、そこは気をつけていただいて、しっかりなじましたところで、乾かしていきます。根元からボリューム出したいんで、しっかり根元を起こしながら乾かしてあげるのと、左右から振って乾かしてあげるだけで、根元のボリュームがふわって出て、残ってるパーマ感が出やすくなるのと、シルエットが綺麗になるので、意識してあげてください。後ろの乾かし方が、後ろも一緒で左右に振って乾かしてあげるとボリューム出やすいです。つむじ周りのボリューム出してあげたいんで、そこを重点的に乾かしすぎないように当ててあげてください。頭皮狙って乾かしてあげないと、毛先と中間ばっか乾いて硬くなっちゃうんで、セットしづらくなっちゃうんで、その辺は気をつけて乾かしてください。ある程度乾いてきたら、ちょっと揉み込むように乾かしてあげると、パーマ感が出てくるんで、濡れてる感じがなくなったところで、次ワックスに移ります。はい、次はリップス08ワックスを使って、セットしていきます。だいたい指先1個分ぐらいで大丈夫かなと思います。最初にある程度なじまして、なじみ具合見ながら追加していってもいいと思うので、指、手のひらにしっかりまんべんなくなじましたところで、後ろから根元に通していきます。ある程度簡単に通したら、そのまま前に行って大丈夫です。で、前の感じが2人まんべんなくなじましたけど、ここのなじませがかなり肝心なんで、矯正すればスタイリングは制しています。前髪はまだつけなくて大丈夫です。しっかり空気含ませるようにちょっと握りながらつけてあげるとセットが OK です。ある程度質感ができてきたら、トップと耳をつないだところでシルエットを使
作ってあげるとセットしやすくなるんで、最初に、まあ、鏡見ながら作ってあげると楽です。その後にできてるカバーを、まあ、コアの部分ですね、ちょっと裂いて埋めてあげるだけでセットが決まるんで、意識してあげてください。でなんか正中のところをボリューム出してあげると、シルエットも全体的に横から見てもかっこよくなるんで、そこも意識してあげてください。バックも馴染んでるところを、この際っすね、ちょっと押さえてあげるようにしてあげて、で指は楽して、ほぐしてあげると、細かい束が出てくる。シルエットが綺麗になります。でも、つむじ周りがどうしても潰れてきちゃうんで、最後の最後にワックスついた手で引っ掛けて、ボリューム出してあげると、結構出てくれるんで、これなんです。やってあげるといいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。まあ、ナチュラルなスタイリング方法を、今回やらせていただいたんですが、まあ、少しでもためになれば、よかったかなと思います。また韓流系のマッシュをやっていこうと思いますので、次回のご視聴も、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。